秋田少しメンバーを変えました。昨日は日本人であります秋田。秋田前田健三ヘッドコーチ。日本では初めてのプレーの今シーズン。強豪テーブスもらってショットクロック9秒で中合わせて一つのディフェンスの形。身のコーナー空いたガリアが3を狙っていきました。なかなか決まらずに苦しんだ秋田。今度はインサイドライズがピック、リジェクトで行きました。テーブス、これ左のコーナーで元田大輝、少し中入ってダイスナーステップ踏んで走って元田がついていきますが、パスをしてメインデル、ダイスナーを外、また奪った大阪部の前のパス、大阪部右のコーナー、メインデルのスリーポイント。ファイショットクロック4秒3秒、ガリアガから熊谷、これは打たされた形になります。中から割ってきましたガリアガ、ライスナーすぐにシュートへ持ち込めません。メコール3ポイント。大阪部田口をスピードで切り離したガリアガ。ショットクロック9秒、いくか、早いパスで持ってグダイティス、ドシター対ライスナー、ライスナーのシュートコント、ショットクロック7秒6秒、ガディアガがタフショット運んでいきます。前の推進力がありますロシタって自分で仕上げに行きました。コピンコーナーで大久保ファールを犯していません。メコール、赤穂中に入っていけません。これがロング2になります。うまく長いパスがつながって、メインデルが走りながらもらいましたがシュート落ちます。デルがボール運んでロシターから回り込んできた。安藤2本、ガディアがこの人も今日1本外を決めています。2本目はどうでしょうか。一度モランに入れます。モランにはサイズがぴったりついている。秋田を揺さぶって外の得点がよく決まっている印象です。サイズのフック、アジア特別枠、そして外国籍はライスナー以外が全員初めての日本のプレー。ガディアがトップの位置から3を狙い、狭いところ割っていくグダイティス、ファウルありました。リバウンドを取ってメコール、外で回してメインデル2本目、ガリアが決めていきましたが、これはファウル3つ目です。熊谷に対してテーブス、ライスナー対ロシタ、ライスナー中のサイズにはライスナーがディナイをかけ、非常によく通っています。東京です。大阪部が3を狙ってつながります。ザック・バランスキー左のウィンデル、さらには大阪部、このガリアが渡ってかなり深いところ、4秒、赤穂アタックに切り替える、ブロックあります。サイズのショーディフェンス、外空いた元田が3ポイントを狙っていきます。ショーディフェンス、少しテーブスと離れたかに入れて、今ガリアガです。ガディアガのふわっとしたシュートを伸ばす。ガディアガ仕掛けるか、メインデルパスにした、空いたサイズ、モランのピック、モランに入れてモランがロング2奪いました。ガディアガ走った、メインデル並走するがブロック、サイズの2ポイント。テーブスからボールを受けてサイズの赤穂にはグダイティス、ライスナーがボールを受けて体が流れていきます。渡ってサイズ、メコールのファールがあってエンドワンです。中山アタック、シュートまでは持っていけません。トップでメコールが3を狙う。ちょっと中の動きへフラストレーションを見せたか田口、2ポイントジャンプ。ヤニス・モランが交代の準備、大倉ステップ踏んでいきました。深いところ、ここでメインデルは一度伸ばしました、手を伸ばしてモランが行きました。ハンドオフで受けた安藤、すぐに3を狙っていきました。右のウィング空いたので打っていきますが、ガディアガに渡りました。これは先ほどやった後に話したのは前田健三ヘッドコーチ。モランから中山、テーブスがついていきますが、残り7秒でメインデルとサイズの合わせ、なんとかもぎ取って、うまくかわして中では合わせられません。外でサイズが打ってくる、投げたい秋田。ガディアが中割っていきました、メインデルズバッと入れてサイズ。平岩のショーディフェンス、熊谷止まって3を狙い、平岩には土屋のディフェンス、バウンドパス合わせてグダイティス、ファーラッターエンドワン。この終盤に出てきた平岩ショーディフェンス、元田真ん中空いたので割ってメコールにキックアウト、前に来ました福沢、グダイティス真ん中割っていきました。ここでプレーをやめるでしょうか。
ここで試合終了の。